中山元源氏物語は、源氏物語の写本。元中山タスク親の所蔵であったことから、中山本、または中山家本と呼ばれる。現在は、中山家の元を離れ国立歴史民俗博物館の所蔵となっているために、旧中山本などと呼ばれることもある。なお、現在国立歴史民俗博物館の所蔵となっていることから本写本を、 歴白本と呼ぶこともあるが、歴白本とは通常この中、山本とは別の鎌倉時代の書者と見られる、手習い一条のみの例本を言う。この写本は、近代以前から代々中産家に伝来したのではなく、明治30年代に、中山佑親の祖父中山中愛が、カラスマ家から借金の質として預かりそのまま、譲り受けたものであり、現在も、 カラスマ文庫と書かれた箱に入っているという。中山家には、源氏物語の写本としてこの他に54条の、揃い本4組と近代に入っての書写と見られる、通常からなる写本が存在するが、通常、中山本ないし、中山家本という時には、この鎌倉時代の書写と見られる通常からなる写本の、ことを言う。若紫、絵合わせ、行行行、柏木、 スズムシ及び、アゲマキの一部の実が現存する。これらは昭和16年旧国法に指定されている。元はこの他に、スエツムバナ、幻があったらしいが、現在は失われたと見られる。元々の成立事情は異なると見られる写本を集めた、取り合わせ本であるが、いずれも鎌倉時代の書者と見られている。本写本の本文系統は、巻ごとに異なっており、 青表紙本の巻、河地本の巻、別本の巻が存在する。高位源氏物語及び源氏物語体制への採用はない。現在国立歴史民族博物館の所蔵となっている絵合わせ、行行及び現在は、所在不明の末積む花が中の写本記号で、河地本として河地本、源氏物語行為修正に採用されており、若紫、鈴虫、 幻が中の写本記号で、源氏物語別本修正に行為が収録されている。ありがとうございます。